渚さん、私デザイナーになりたい。高校卒業したらフランスに行ってデザインの勉強したい。何を言ってるの。どうしてあんたはそうなの。今日京介君と咲ちゃん来てくれたけど、二人とも安定したところにお仕事決まったんだよ。私は咲さんでもないし京介さんでもない。ちゃんといい大学行って安定したお仕事見つけるの。高校卒業したら日本の大学じゃなくてフランスに行きたい。どこにそんなお金があるの。バカなこと言ってんじゃないわよ。お願い、デザインを学びに行かせてください。ダメ。大体誰もがそんな簡単になれるもんじゃないでしょ。夢なの、フランスに行かせて。絶対ダメ。そんなのありえない。ちゃんと考え直しなさい。もういい。あんた何考えてんだか。渚さん、お願いします。愛梨をフランスに行かせてやってください。リュウタ、あんたまで何言ってんの。お願いします。ダメってさっき言ったでしょ。ちゃんといい大学行って安定した将来を。母さんが昔そうだったからか。あんなに本気になってんだぞ。お姉ちゃん、これ以上渚さんには迷惑かけない。お金なら俺が後で必ず返すから。お店だって大変なら手伝う。やれることは何でもするから。アイリーには夢を追ってほしいんだよ。お願いします。アイリーをフランスに行かせてやってください。アイリー、勉強はちゃんとするし、夢を追うからには一生懸命頑張る。言われたことはしっかりするし、これからは好き嫌いせず何でも食べる。ずっと会えなくなっても帰りたいとか言わないし、やるべきことはちゃんとやる。だからフランスに行かせてください。分かった、頑張りなさい。ありがとう、渚さん。本当ここで大丈夫だから。駅とか空港となると寂しくなっちゃうし。ああ、そうか。アリちゃん、本当頑張ってね。はい、また日本から食べ物とかたくさん送るね。ありがとう、サキさん。これ、アイリちゃんに鮮烈。夢を追う人はみんな本当にかっこいい。ありがとう。渚さん、行ってきます。荷物、下まで運ぶよ。ありがとう。じゃあ、行ってきます。アイリー、ご飯はちゃんと食べなさい。はい。うまっ。気をつけろよ。お兄ちゃん、ありがとね。あ、辛かったら帰ってこい。きっと渚さんもそう思ってる。頑張る。夢、叶えてこいよ。うん。じゃあ、行ってくるね。行ってらっしゃい。頑張れ！アイリー、頑張れよ！